真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、一大事でございまする。ひろき、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ひろき、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。やつらは無実におりゆう。起きてくれ、助けてやってくれ。誰か、私は無実の君だ。倒し返せ。腕に覚えるあの奴はおるか。オラだ。槍さえ持てれば。なんてこった、やりやがった。ヒロキ殿、皆を、私は父上を見つけます。いけませぬ、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は。ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。よさるか。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど
弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくだされ。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。
やっと現れおったか。みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しだ。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。己のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども今や守ることもできわい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりもただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。ことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。したお前など取るに足らぬ。戯れはもうよい。黄泉へ行け。愛子。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので。
まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。アイコ、待て。私は何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばしあの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びくだされ。黄泉より舞い戻ることはできうるのか。あなた様の命運は定まっておりませぬ。されど私の道は断たれました。カゲロウが生きておる限り罪のない者どもが命を落とし続けるであろう。我が命が尽き果てようとも守ると誓いを立てたのじゃ。愛子、許してくれ。父上の教えは少々過ぎたようでございます。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申すもの。お前を撃ったことに悔いはない。
この鬼め。ここでは皆お前の鬼だ、小僧。死してなお愚直に義を通すか。奴らを見捨ておって見殺しにしよったのは拙者は図られたのです。もし心得ておれば。先生、愛子は、愛子はどこだ。先生、お許しくださいませ。愛子もこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数え切れる者の命を奪い続けるであろう。戻る道を見つけまする。皆をあのような輩から守らねば。たとえ我が命が尽き果てようとも。お主はいつの日も優れた弟子であった。愛子は我らを許すであろうか。そう願うほかない。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。この汚らわしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。もののふよ、何故お主は覚悟ごときことをいたすの。陽炎にこれより多くの命を取らせぬため。ではお主の思う女をただ一人永遠の道を歩ませるのじゃな。添い遂げたい思いは大いにある。されど我は義の道を志した身だ。ではお主は誓いを破るのじゃな。黄泉の幻は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。我はあのようなものではない。ならば我らは何じゃ。ヒロキ、何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らは陽炎にとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには
未だ叶わぬ思いを遂げ、まことにお主を導く者を知ることじゃ。たとえ我が命が尽き果てようとも、拙者には義しかござらん。許せ、舞子。安らかに。誓いは破りませぬ、先生。皆が拙者を必要としております。黄泉より放たれしと聞きたい。我は我らの国行け。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。何を学んだつもりか知らぬが、足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。我はこの地から、己のような輩が消えるまで戦い続ける。我のように優れた者は他におらぬ。俺にはもう誰の命も奪わせぬ。それがお前の読みの深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう。己を責めながら、我はためらいなどせぬ。ただ奪ったのだ。次の道を取ったのじゃ。忘れ去られるは自然の通り。前にはそのような逃げ道はない。我は誓いを立てたのじゃ。たとえこの命が尽きようとも。我は偉大なる男だ。我はそうなるために生まれたのだ。闇に葬られし望み、務めを怠るなかれ。今こそ皆お主を頼りにしておる。手放さぬ限り救える命があるのだ。たとえその命が朽ちようとも、皆を守ると誓うのだ。息を満たし、気を抜くでない。先を見抜くのじゃ。